牧の遺構の山土手、桜牧とは、江戸時代に、下宇佐国院馬軍、香取軍、芝軍及び数作二武社軍、山部軍にまたがって設置された牧のこと。坂東地方の牧と、街道起源は定かではないが、天正十一年に、北条宇治政が、千葉国種に命じて、馬牧を設置させたという記事があり、桜風土記などにも、類似の記述が残されている。 このため、戦国時代後期に、高岸の小金屋の牧、四十里屋木に由来するとされている、小金牧よりもやや遅れて設置されたと考えられている。具体的に整備が行われたのは、江戸幕府い父母の慶長19年のこととされ、この際に、桜牧は七つの牧で構成されることとなった、ことから、桜七木と称されるようになった。後に、京方年間に、 小宮山木の進むの提言によって改革が行われ、小金木の矢場奉行が管理する四木と、桜藩に管理を委託する三木に分割した。最盛期には隣接する村数210、面積約17,270ヘクタール、馬約3,000頭が放牧されていた。明治2年に廃止されたが、一部が五稜牧場として存置された。後に、 成田空港が建設された三立家もそうした五両牧場の跡地の一つであった。明治期、開墾の対象にならなかったため番号順位の地名はない。開墾土利子市築場を経て、下宇佐市築場、別に下宇佐牧場が置かれ、合わせて五両牧場となった。小金牧、桜牧を通し唯一ほぼ全体が残った牧である。 また、天皇による保護みの見学が確認できるけうな巻きで、ある。国立公文書館像、明治14年6月28日、千葉県下下佐国へ、種畜並馬工展覧のため行行当例は、元年10月16日文部科学省国時代77号、史跡等の指定等について、ありがとうございます。